皆さんこんにちは、ディッカートン蒲田です。今回ご紹介する、商品というかパーツなんですけども、これはですね、サードさんとアイシンさんのコラボのパーツなんですよ。モーションコントロールビーム、まあ、MCB ですね。フレームありますね。フレーム、サイドメンバーの先端のところに、ブラケットをつけてあげて、このダンパー、これバネになってるみたいですね。板バネみたいな感じの、これをつけることによって、微振動とかを、衝撃を吸収するというダンパーになってますね。路面の、そうですね、凹凸ですよね。まあ、こう突き上げ感が減るんでしょうね。追従性が良くなるというところですかね。ただね、 AE86 はまだ発売されておりません。ですが、見てください。 AE86 用がサードさんから届きました。特に AE86 はもう本当にもう微振動どころのレベルじゃないんで、かなりね、フレームがガーッと動いてると思うんでね、これをつけることによってそこがピタッと収まってくれれば面白いんじゃないかなと思います。でですね、今回はまず先にこちらの車両、土屋さんのストリート号ですね。ストリート号はかなりボディがね硬いんで、もうスポットとか、補強とかかなりされてる車両なんで、まあ、この車両でまずつけてみてどのくらい変わるのかを見る。でその後に今度僕今作ってる完全ストリート仕様、それはねそんなにフルスポットとか入れない車両なんで、その車両にもつけてみて試してみたいなと。そうするとね、その剛性が上がってる車両とノーマルのストリートの、ノーマルのボディの車両の違いが分かるかなと。でそうですね、剛性が上がってる車、例えばサーキット仕様の車両とか、まあロールゲージしっかり入ってフルスポット橋みたいな車両でこのダンパーをつけてサーキットを走ってみたらどうだとか、まあいろいろ試してみたいなと思います。はい、では早速組み付けていきたいと思います。あ、そう。岸田さんの人いいとこバンパー久しぶりだね。サビが出たら、うわーなるよ。さあ、バンパー外れました。ちょっとサビチェックしちゃいましょう。きれいきれい、見てここ、はい、全然きれいだよ。あれちょっと錆びてきてるかな、裏側が。ここわかるかな、ちょっと錆びが出てきてますね。あ、でもね、拭いたら綺麗だった。ほら。ちょっと拭いたんね。やけど。まだ大丈夫だね。ちょっと裏が錆びてきてるぐらいで。しっかりしてる。まだ大丈夫です。
やっぱ錆びてましたか。ネジ硬くなっちゃってたんで、ちょっと目邪魔直してます。直すの？それ取り替えないんだ。ちょっとね、ワッシャーとか大きいやつだから、変な違うのつけても走る。なるほど。在庫あればね、取っ替えたいところですね。お、この潤滑剤は、潤滑剤はこれすげえ効くやつでしょ。そう、これはね、オメガ、オメガさんで持ってくるやつで、なんかこういうのやつ。これすごい緩むよね。火使えないような、普通ね、酸素で焼かなきゃいけないような、固着しちゃったやつを、火使えないようなところの硬いネジ、あれを結構緩めた。多分あんまり知らない、ね。知らないね、知ってる人しか知らないみたいな。556では緩まない。さあ、着きました。結構ギリギリな位置なんだよね。場合によっては若干こうルアーのパネル少しこう押し込まなきゃダメかもしれないけど、位置的にはすごくいい位置についてますね。ついちゃいました。これ結局左右のさ、もうこのサイドメンバー、まあメインのメンバーはフレームが揺れる、その揺れをこれでこの衝撃を吸収するという、つけるですね。だからやっぱこのブラケットをしっかりしなきゃいけない。だからステーでちゃんとこの折り返しがついてて、指がついててガッチリ固定する。実際しっかり。さあ、フロントもつけていきましょう。リアはバンパー外さなきゃダメだったけど、フロントはもしかしたらそのままいけるかもしれないかな。このスペースでいけばこう来て、ここだからこの中でしょ。うん、そのままいけそう。とりあえずそのまま一回つけてみましょう。うん、これもうトリセツだね、トリセツ動画ただ前結構どうだろう、オイルクーラーとかさついてる車両だと厳しいのかなってちょっと思ったんだけど、僕のブラックターボだからつけられないかも、インタークーラーついてるから。うん、まあまあそんなことはいいんですよまずストリート号ねつくかどうか行ってみましょう。このままいけそう。いける可能性がある。ウェルクーラーがちょっと、やってみないとわかんない。弱ってる86多いんだよね。まあ取り付けるときにナットが埋まり込んでんだけども、そこがクラック入ってるかどうかを確認してから組んでいただいた方がいいと思いますよ。でついでにこことフレームのそのね、サイドメンバーのこのなんていうんだろうね、スポット面、そのあたりもね確認しながら組んであげた方がいいと思いますよ。なるほど。上から見ると、おお、オイルクーラーギリギリで通ってますね。うん、サードさんのモーションコントロールビーム取り付け完了いたしました。だいたい取り付け時間は、まあ、前後で、1時間半から2時間あれば付けられます。で特に加工は必要ないので、そのままそうですね、フロントバンパーはまあ外した方がやりやすかったかな。まあそのままでもできました。リアバンパーは外した方が楽かもしれないですね。うん、さあこれであとは走ってみてどうなるか楽しみですね。僕はあのちょっと試運転だけして、あとは土屋さんにコメントをいただきます。はい。
はい、今走ってきました。やばいですねこれ。まず分かりやすく言うと、ドライバーのまずスタイリングに走ってますね。まずそこの微振動がなくなる、エンジン、サスペンション、まあ、車体からの振動ですね、それがまず減るんですよ。ピタッとなくなる、普通に走ってて、デコボコ道行くじゃないですか、突き上げも若干減る感じはします。ただそこはスプリングとかサスペンションの問題だと思うんですけど、 A86 のこのホーシングが スタビが柔らかくなった感じっていうのかな。ショックとバネとスタビ そのバランスってあるじゃないですか、そこをなんか中和して一つになったような感じの動きですか。それが前も後ろも分かるんで、乗っててタイヤのその重心がどこにいってるのかすごく分かりやすい。これちょっと褒めすぎかもしれないですけど面白いですね。もう少しね、本当は峠とかサーキットとか走ってみたいですけどね、土屋さんが走る前にね、一応試運転するんですけどね、先に楽しんでしまいました。大丈夫、これは恐れ入りました。楽しかった、おすすめです。